シーデドラも一歩ビスマが早かったっていう、うん、そこ次第だからね。カーはもうほんと0コンマ先に触ってるだけで判定が真逆になる操作でね。まあこれはもう切り替えるしかないっす。モサラ粘った、うん、の出した、うわぁどうすかぁ、これもうちょっとあったよね、デッサカあったよね、え、ほんと、ただまだわかんない、いや決定力どないやった、今すごかったけどね、いやまだわかんないっすよこれ、ほんとにオフですか、いやわかんねえぞこれ、いやオンじゃね、あれこれオンでは、いやこれオンっぽくないっすか、足残ってないかい、これオンじゃね、オフな、あ、そう。あ、そう。まあ、引いたんでしょうけれども。まあね、ライン、引いてはいるんだろうけど、うん、見してほしかった。見してほしい、ね。その引いたライン見してくんねっていう。ね。じゃあだけこれ、またいろいろ話題になりますよ。その画像あるだけでいいのよ。そうそうそう。うん。VR は、だからもう、個人用にしましたね、今ね。VR の映像ね。個人用 VR じゃないですか。個人にするだけ。なんだったら、世界にオープンしてもいろいろ言われるんだから、世の中ね、ねえ、もう、まあ、V 引いてるでしょうし、うん、まあ、炎上しないっすよ。さすがにあそこまでやったらね、ミスらないよ。天下のプレミアリーグ様も。さすがにね。さすがにミスんないよ。うん。ただ、これはもう線引いたやつを見せないプレミアリーグが悪いだけで。うん。もう、これは、わかんないですから。うん、ほら、もうなんでプレちゃんって、なんでリバプールが点決めると他のチームの時より盛り上がんのとか。もう始まってるからもう。みじんもよ。何がそんなっすか、もうなんか緊張感のあるいい試合がもうこうなってるじゃん、もう。俺らにも来てるっすか、俺らにも、もう来てる。あれリッチ、あ、おお、これはだ、手挙げてるぞ、どうだいや、これはもうゴールじゃないですか、おい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 、はてさて、はてさて。はてさて、はてさて、リッチーから、そう、今何が起きてました、まあ、全然オフはないです。これはオフではないです。俺すげえパスだな。誰、マディソンじゃね、マディソンじゃね、いや、そしてソンはここに入ってくる動きが上手だね。なんか、ブロック、枚数もいいのに、ちゃんと一歩早い、ね。ちゃんと入ってくるね。ちゃんと一歩早いよね。うん。いやこれは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 、よし、今からちょっと僕、うん、あの消防士になります消防士モードしますか、行くっすか、こっから火消せるかな行けっか、俺一人で行けるか、一流消防士、うわーさ、消すか消防士登場やるっすか、じゃあちょっとヒューガヒナタの右目のクロメさん、サメ君にジェイソンます、マジでスパーズ攻めるの違くない、いやまああれはもう、まあね、プレミアリーグがさ引かねえだけでこうなんだよ、引きゃいいのよねえ、引きゃいいだけですよ、もうと思いますけどもね、ね、本当にそれをさ引くだけでさもうこんなことになんなかった、救われるチームもあるんですけどね、どうすってや俺、ね、納得は全てにおいて優先するっていう話をさ、あんだけジャイロが言ってたのに、あんだけみたいな審判団に送りつけてやれよお前、 FA に、そうね、着払いでジョジョ7分7分、うん、要はですね、うん、10対12とか聞くじゃないですか、うん、こちら10対15らしい。めちゃくちゃいるし。2名主審1名、そして VR 室。めちゃくちゃいるやん。15じゃないですか、これ。ハッシュタグ会社320円すべてでございます。ありがとうございます。スパーズは上手かったけど、ハゲに対する怒りが収まらん。まあそこはな、引いて欲しかった。引くだけでいいのよ、別に。それで全然ね、もうオフだったら。ハゲって審判のこと？はい、審判じゃないですか。引くのはあんま審判、まあ審判も関係ない、主審関係ないけどね。ただ副審が上げちゃったからか。まあ、副審にもいるかもしれないです ね。あ、副審のこと言ってんのかな。あ、副審か、上げちゃった。どのハゲだよ。多すぎんだよ。何か該当者いるんだよ。いつから線見せんくなったんだけど、基本的に今でも線見せるけどね。うん。ただ線すら見せねえっちゅうことはめっ。もう分かりやすくオフだったんだろうな、線引いて。はい、オフでした。まあ、あれとかもあるしな。
ボールの蹴るタイミングとかもちょっと微調整とかしてみたら、うんうん、オフだったんじゃねえのみたいな。そうね、まあ真相は知らんけど、うんうんうん、うん、アドさん200円すればありがとうございます。おいサウジさんよ、こんな審判団早く買い取ってくれたまえ。なんかあったよね、なんか借りるわみたいな。サウジが名門世界ナンバーワンリーグの世界ナンバーワン審判たち、プレミアの審判団をちょっと拝借したいという話は。まあ構わんか。まあどうぞと。まあどうぞ。サウジの審判の方がちゃんとしてるんじゃねえか説あるよ。いやでも半端な覚悟だったらね、あのプレミアム選手の鬼詰めで心折れちゃうからね。いいんじゃない、英語わかんねえよっつって。イエス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 、グッドグッド、ノーセンキューノーセンキュー。最強やろ最強やろ。ノーサ320円されてます。めちゃくちゃ恩に見えたのにディアス含めあんま攻撃しないの不思議だわ。とりあえず攻め見せてと。意外とねオフサイドはもうなんかしょうがないよね。角度によって全然違うからな、マジで。オフサイドしてる側もあんま自覚よく分かってないから、その抜け出す瞬間出したって言われて、うん、でなんか相手のディフェンダーがさ、うん、めっちゃもう息を揚々と手上げてたらさ、うん、それはもうなんかそうなんかなってなりそうよね。そうだったのかなみたいな、うん、客観的に見たらオフだったのかなみたいな、うんうん、めちゃくちゃドオフなのにさ、うん、オン主張するのがやっぱちょっと恥ずかしいじゃんっていう、この今もうこれメンタルですからねこれ。だドオフなのにずっとオンと言い張る胆力が求められるかもしれません。メンタルだとオフは分かる。いやどんな状況であれ自分のオンサイドを主張し続ける胆力。線引く位置間違えたプレミア審判団の判定を信用できるかっていう一言はさすがにもう僕チームもぐさりですよ。うーん確かにな。こいつは線引き間違えるからな。鬼の。つらまさか線を引けないという例を生み出してしまったからな。そうなんだな。それ言い出したら切りねえけどな、マジで。そこを言い出したら、でも私はグーの音も出ねえんだよ。困ったな。彼ら線引けない場合があるんですよね。そうなんだよ。線引けねえとか、線引く人間違えたりする。マジで、ほんとに。マジで、論外すぎる。論外すぎるのよ。ついにも線引かない。線引かない。止めて目で見る。やめてしまえ、VAR。解体しろよ。アンジドオフサイドはまだ導入されないですね。いつになったら導入されるんでしょうね、あれね。ね。そろそろしてみてほしいですけど、なんかやってるリーグとかあんのかな？聞いたことないけどな、俺はな。さすがにまだ導入はできてないのか、CL 以外はね。うんうんうん。青リンゴさん200円スーパーチャットありがとうございます。VR はチャレンジ制にすればいいのに。なかなかね、こういうところのチャレンジ制、1試合にね、1回か2回入れてほしいよな、こういうのな。アウトオブコンテキストのライン引いた数を上げて、普通に音声でびっくりして、それはね、信じちゃダメですね。あの、角度とかいろいろあるんで、だってそれ適当に引いただけでしょ。それプレミア公式が上げてたら大問題だけど、プレミア公式がそんなこと上げるわけないんで。ぬぬぬぬぬぬぬさん、320円スーパーチャットありがとうございます。楽しい。もう楽しいのが一番でございます、それは。うん、でもそんなことあるかね。まあ、確かに俺もオンに見えてよ、あれは。うん。これなぁ。ねえ、いや、絶対。なんで出さなかったんだろうな。これ足で引いてる？ディアス足じゃない説ない、これ。前のところ。うん。なんかもうめんどくさくなってきたから配信やめようかな。もうめんどくさくなってきたから、もうこれ、この足今日あと45分から1時間くらいなんでしょ、これ。何がオフかオフじゃねえか？そう。実際、ツイッターで線引いてる画像もやりましたみたいな。めんどくせえなぁ。いやもう、どうしようもしゃあ、まあ、確かに俺はオンに見えたけどね、これはね。もうしゃあねえだろう。だから本当に腹立つなプレミアリーグなのよ。なんで画像出さねえんだと。こうなるかなぁ。もうこうなるもん。しかも際どいやつ。際どいやつはあげえやっていう。俺らで検証したとてね、限界あるし、それで俺らが検証しました、オフです、オンですってやっても割れる原因になるじゃないですか。だからもう、これはもうプレミアリーグに行ってくださいよ。まあ確かに、あれはスッキリしない。あれはマジで良くないと思う、本当に。そもそもだって、あんまなくない？線引く画像を見せないっていうプレイ。プレミアリーグ公式にツイッターとかに、そう。映ればいいんじゃないですか。だからプレミアリーグ、今からプレミアリーグ上げればいいんですよ。プレミアリーグ公式ツイッターに、だからもうそれが上げれば、あの審判団な。マジな。そうな。ね。